の親番を迎えたレミ選手ですが、風林火山のレジスター監督が、さすがに無理だね。なんか役満が出てる気がするんだよなと、根拠のない話をしましたね。夢見すぎよ。でも僕は、メンタピンで。予感は、メンタピン、メンピン裏で。いやいや、メンタピンだメンタピン、メンタピンはもう決まってたからね。メンタピンは決まってたからもう。赤、高め。さあ、ペイの、ポンから発信はペイちゃんの太です。あ、けど嬉しい。こいつに、マジで聞くんだ、これ。太、ラスメなんでね。そうか。スーソが。じゃあ、ターンはいいね。ターンなくなりました。ドラゴンの馬を引き入れたのはこちらの方から、ね、ただここだけが抜けた。いらないな、めちゃくちゃ。めんどくさいの持ってきたな。一旦残す、ドラドラって激アツだから。いや、もうやめたくないんだけどな。あ、もう決める？ローソー切って。ローソー。これドラから。いわば国士無双の三者ですね。うん。どうせ6ブロックだから。手がないと言ってた。やめ決める？ポンされてますね。うん、いやー。やめられたくないなぁ。やめ払うわ。はい。うん。おぉ。でも赤いだけで、大して動きますよ。ここはちょっと。おい、来た！いいね。どうも。全部良さそう。保留したけど。全部良さそうだね。まあでも、イースーソーです。ちょっと良さそうなんじゃない？あ、そりゃそうだよね。パッと見はそうだよね。三条とか払って。ギャンメンで払っちゃうとね、これでもう勝負だ。いいか、ね、あとは、自身の支配がやりづらいですよね。お、フプシか。まあまあ、そっちを行きましたね。そうですね。ピースピンロッピピンどうチーだ。結構いいと思う。食い伸ばしというやつですね。フプシがいて、1、2、3、4の3万をペンチャンでチーしました。ルミさんがね、うん、真ん中しか持ってないから。うん、うん、うん。ピンピンが統一1人いるだけでしょ。あー、くれくれくれ。ルミはね、いい気持ちで。先打ち。今のキュピンいたら、はい、ロックですよ。今でも1、2、3チーされたぞ。先行け先。親には言わんのが取りやすい。リャンメンターズ払い。ペンサーはチーなんで、ね。そしてルミがリャンソーのポンだ。お、うん、ここの泣きで。いけカモンすぐに。早く山いっぱい来る。よし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 。これは、ポンポンは入れたの。でかい。勝因まであるね。でかい。小山。でかそうに見えますね、やっぱり。あ、何してんだ。4やばくて U に行きました。10番9ピンが残り2枚でローピンが残り1枚でしょうか。考えてるんですよ。いや緊張しますね。パーソン G ソン、まあでも見事に手前は6につけましたね。はい、あ、ローピン1持ってた。ローピン1切れだから1切れの3やばだね。見えるのは分かるんですけど、ただやっぱりルミさんはカンウーピンが4。まあでも押せないでしょ。引かれたらやばいね。まあすぐ貼らなければ。なかなか引けないとピンジの一色でやってるように。さすがに押しづらいもんね。丸く残ってるからね。負けないっす。あ、ルミさんちょうど3層いてるんだよ、確か。これ現物がないよ。すげえ考えるじゃん、これ。うん、あ、なかったんだ。何もね。そもそも安牌がない、ね。手詰まりはひどいですよね。現物じゃないですね。うん、入り目か。トーは通ってます。シャーも通ってますね。どうあれ。シャーもだいぶ受け気味ですね。これは2枚あるんだよね。スーソーかパーピンどっちか。まあ、スーソーの方でしょうね。さすがにスーソーだね。一応、イースーソーの両面ターツ払いがあるんですよね。2対3。2対3。まあ、もう折りなしになっちゃったな、相手さすがに。パーピンはローピンが2枚。赤引かれたのちょっと嫌だな。2枚見えてます。6万切っての短期はなさそうですもんね。6万切りはクリケになっちゃうね。両面にはしたい気がするが、6万切っての短期だと弱いもんね。はい、数層の方だ。選んだ。さて、スチマこれはでかいよ。ピン対スチマ2対3。これはでかい。6万切って、これは買ってもらおう。パターンは馬も通る時ですよね。セットで落とせる時ってことですね。そうですね。さあ、スッチーマンで追いつきましたが、このスッチーマン、太子のところにこう4枚、統一統一で入っています。スッチーマン残り2枚でしょうか。許して。6ピンでいい。6ピン。もう降りる辺ないよな。枚。わずかに落ちる方が多い。すごい。取っちゃったんでね。はい。あの、6ピンとかルミさんの目から当たるように見えないと思うので、6ピンどっちもね。はい。まあ、掴んだら補充になりそうですね。そうですね、そうですね、確かに。うちの枚数多いよ。この4局、どちらの上がりか大きな1局になります。ピン。怖いね、これ。もう、行きますね。めっちゃ怖いですね。めっちゃ怖いですね。いやー。
これは大事だ。本場の山場だ。きますね、これは。結構いろんな両面通ってますよ。少し参戦もあるな。まあでもやっぱりメンタルは強いですね。はい。プッシュプッシュです。スッチーマンのルミ、はい。親番っていうのもありますけど、目をつぶって勝負できる局面ではなかなかないですからね。おお、さすがに大丈夫だね。3対3はでかいんじゃない？3対1でしょうか。これ勝ちたいよ。手詰まり。8ぐらいとか。75%。一切れ。水槽が筋ですか。水槽も全然当たりですね。いきなり1号に数層を捨てています。シンプルに自敗の罰というのはこれがルミが1枚捨ててますか。やっぱちょっと変則な変則的な手に見えるんですね。ヤンゾコ、まあそこまでではないと思うんですけど、とにかく安全なパイアだよ。変則な可能性もあるよねってぐらいだと思うんですけど、あの時って数層だから下限ないよね。確かに、まあでも初切っとけば一応いいシャンテンで、まあ、一切れだもんね。初絡んでる可能性あると。さすがに初か。自敗になりました。まあ、けどやめてよ。一って言ってるからね。え、ロケビン。いっぱいあるよ。あ、うん、決着つきません。かなり長引いています。枚数的には風林火山のルミがピンチです。これは残り1枚。対して岡田の6球ピンは3枚。おい、やめろ。ああ、テンパっちゃったよ。いいでしょ、さすがに。パーワン取ったよね、今。うん、C1 はそうたやすく打てるパイではないのは間違いありません。さすがに数字カウントしろ。無理だ、これカウントでもパイ2人だからね。そう、無理だよ、ふとし。やめろ。さすがに無理でしょ。急速は5枚見え。しかも C1 もあって。パーワン取ったら、あー、ふとし数字カウント。まだいっぱいあったか。これはでかいですね。いっぱいはない。はい、タイヤワーカーが上がるものにしたら、あー、7800です。降りきれないって判断でしたか。そういうことですか。パワーあと1秒早く通ってればな、初の時パワーだったら、ね、両面ができます。想像いきますか。あままに行くなら、うん、切るなら今しかないのかな。数層、うん、3層からですね。ペンサンザの方がいいやってこと。なるほど、ドラですからね、イーソーがね。岡田ドラのイーソー重ねました。これで打点力キャップ。ああ、いいの引いた。ドラか。切る。一番か。二枚にで。いい将棋である。ドラですね。チートゥイシャンテンですからね。はい。穏やかにチーマンか、激しくいいそうかといった印象。なんか二分一だね。ウーピンではなさそうだ。いいそう切りそうだな。でも言うならいいそうあるな。あるね。ある。何度も見てきた。ただチートゥイもある。難しいですね。難しいね。激しくいく。C1 自体もいいしな。彼こそが鈴木優。今季個人5連勝達成しています。すごいね。はい。このプッシュが彼の持ち味。家族の声に応えたい。おお、白全然。今のチックか。抵抗ドラゴン。白だよ今。今のチャンス。今白だ。いけるかどうか。今白だ。ローピンの伸びをまだ見たい状況ではある。こちらのプッシュ。トップ2人が本気で落としていきます。あーリーチ、まあ、リーチだけど、はい、まあまあこっちの方がいいでしょ。9番トリアンソーの3本待ちリーチになります。やすかったし、先制リーチはパイレスという。これもおそらく結果は一緒になると思うんですが、だ、ね、ただ印象から先に切るっていう、はい、気持ちがね、そうですね、すごいよね、伝わってきます。トップを取るんだと。ちょっとふとし押されてますもんね。はい、まあ、大体降りるけど、なんこれ一切れ同じや。どうだ。ふとしさんもね、あのバランスがすごいんですけど、とにかくあの攻める時の攻めの強さがね、はい、強烈なことに関してはユウさんと変わらないですから、ね。そうですね。うん、あ、さっきだったら4枚じゃないですか。さすがに押せない。これは。じゃあ1。いやー、1を取るか。あと1枚。あと1枚。だけど2枚打たれた。一応取るか。頑張って。出たら5人だもんね、これ。ピンクある？一応あります。いいピン引き。いいピン引きあるし、リャンピン引きも。一旦取るか。役割。あとはリャンピン引き。外したいだろうけど、まあ取るか。一人取る保証ないもんね。けど、一人が通らないときはもう3ピンがないときだな。5200上がれたら大きいですからね。テンパイ取るもあるぞ。ユウさんが使ってないことにかけてローピン切るんじゃないかな。ああ、こういうのはいかない。はい。ここは一回テンパイを壊しました。けどウーピンねえんだよこれ。
確かに。いやー、一個切られてなかったらもう余裕出てる。確かに。なんなら上がりそうだったのに。そんなに優秀には見えない。C ピンもミニマイミー、ウーピンアンコー、どうすればいいこれ。E ピン引く？そしたらショビッカー。E ソーとか E ピン引きましょう。まあ、2ピンでもいいけど。ロープ3ピンだけはマジやるっていう。3ピンはまあ1枚あればしょうがない。2ピンもないじゃん。全然ないやん、これ。まあ、いいじゃん。じゃあ6ピン立て。6ピン立て。あ、本当ですね。ああ、これでこうね。コンビで5連勝見届けたじゃないですか。いらない配だなぁ。ね、あ、ロピンとか、まあまあまあ、通った分にはいいでしょう。まだ3ピンね。上がり逃しないし。もう M リーグの一つの歴史これはサブロンロックに2つ。ロックされるより良かったと思って。うん、どうですか、これどう貼ってもめちゃくちゃ負けそうっすね。ね。何にもないもんね。出ないですよ。そうですか。それほど大変ってことですよね。ないんだよこれがないんだよ。ないんだっけ、これ。あるんですか、これ。1ある。え、でもこれ 3? じゃない？え、2飛びでしょ？岡田の2じゃないですか、これ。持ってましたっけ、これ。ドラマ2飛びで。チーピンはいいんじゃなかった。あ、どうし、さっきまで思ったの。切ったんだ。チーピンだけは良かったんじゃないですか、確かに。2読まれる。うん。あれだほど押したい。まあ、一山だ。一山だ。でも一あるから、ある街だ。ある。順からだと思ってたよ、こっち。ある街だ。あるよ。ファイト。リアンソーか、カンチーピンか。これだって MVP の挑戦権をかけた2人のめくり合いですよね。そうね。これで振り込み合い同士とかになれば、1人はちょっと。さすがに振り。相当振りっすよね、これ。あ、でも出るのとあるわ。1個引こう。おい！おい！でかすぎ！ヤンピー陣払ってからのカンチー陣。